久保ささん、んんんテリー伊藤さんそんなこと言ってたんですね、まあ、今回ね肝にしましょうか肝昨日ですね焼き鳥食べたくなってつなぎもつなぎもつなぎもうまいんですよねうまかったですね肝にしましょうまあそのまあいろんなもちろん見解はあるんだけども結局食べたいものは食べたいし行きたいところには行きたいっていう、まあ、それがまあ人生だと思うんですね もちろんその我慢しないといけない局面もあったりとか、まあいろんな局面はあるんだけども、うーん。まあ久保さんの言うとおり、こうしたいと。誰が何と言おうと、俺はキットが欲しい。俺は産業に乗りたいみたいなね <laughs>。まあそれがまあ、ぶっちゃけ言うと人生の本質かもしれないですよね。うん。だから、なんだろうな、結論言うと他人がどうこう言える問題ではないんですよね。 でも他人が言え,る言える問題ではないんだけど言わないと番組が成り立たないっていうところがあって <laughs> あ矛盾余順があるんですけど、まあ、その国でその現場に立ってみないとわからないっていう話ですよねうんそうだからまあ実際ねまあ人がいっぱい死んでるけれどもうん俺,は俺たちはウクライナを守るんだっつって 死んでる死ぬのを覚悟して戻ってる人もいるわけじゃないですかじゃあなんでそこまでするのかっていうのはそこの状況に立ってみないと分かんないですよねうんそこまでなんでするのと例えばそのキットも車検代クソ高えしねぶっ壊れるだろうしまあ僕も34まあいろいろ故障してね途中でエンジンかかんなくなったりとか何回もありますけど 20年前の車ですよ。まあ、キットなんかもっと古いと思いますけど、そこまでして、なんでその、しかも当時はね、借金もあって、借金返済しながら、産業をこう維持するっていうのは大変だったんですけど、まあ、それでも僕は産業を、まあ、何回も結構考えましたけどね、産業を手放すっていう。だけど、僕が一番その、思ってたのが、借金のために、借金返済のために、借金が苦しいから、この産業を手放すっていうのは、 かっこ悪いしダサいしなんかまあね車は車で人間じゃないんですけども、まあ、思い入れがありますからなんか切ないなと借金のためにこいつを売り払う、うん、それはなんか、うん、僕としてはあのかっこ悪い生き方というか、うん、なんだろうななんかダサいというか、うん、だったら自分が頑張ればいいわけじゃないですか まあ久保さんが言う通りビジネスで手とか足とかねなくなるとかねまあそういうのねないわけじゃないですか地雷踏んでね吹っ飛ぶとかないですよねビジネスいくら頑張ってもまあまあ負けたとしても挑戦してダメだったとしてもうんだやるだけやって本当にやりきってやりきってやりきってそれでもダメでもまたやりきってっていうのを繰り返してまあそれでダメだったらまあしょうがないかもしれないですけどでも結果的にその借金のために借金返済のために産業を手放すっていうことは僕は あならなかったんで。うん。だからまあ僕の中では良かったなと思いますね。まあ逆に言うと、<laughs> まあこれは神様がいるのか分かんないですけども、当時その借金がある時に34手放してたら、あのー、多分ね、全然高くないんですよ。うん。ここ数年ですからね、34がバカ上がったのが。 あーなんかあんなに仮想通貨ですよ。あんなに上がる、誰も多分あんだけ上がるとは予想もつかなかったと思うんですけど、びっくりしますよね。22万キロ乗った車がそんな価格で売れるのかみたいな。<laughs> いや、僕もね、なかなかびっくりですよ。人生の中でね、こんななんか、こともあるんだな、みたいな。昔、3、4なんかね、20年前とかだったら、あのー、 中古で取引額100万とかもありますからね。だって市場価格で300万ぐらい出てたんで、僕が見てた時380万とかも34ありましたからね、普通に。だから買い取り金額、業者の買い取り金額100万とかありましたから、今300万とか絶対ないですよね。もう全部1000万超えてるし、最近ね、久保さん34で3700万出てきましたよ。中古車で <laughs>。あの、ミッドナイトブー パープルで3700万っていう価格が出てきたんですけど <laughs>、やりすぎだなと思うんですけど <laughs>、3700か、みたいな。うーん。まあ今後ね、そのウクライナの戦争もあって、まあ中古車もちょっとまたそこに対してね、上がってくると思いますし、まあ新車自体も上がってますからね、あの半導体だったりなんで、また全部、まあ基本上がってるので、まあ中古市場もま,あまた上がるでしょうね。うーん まあまあボンボン僕は僕のタイミングでよかったかなと思いますけどね。うん。そう。だから人生の肝。それは肝が据わってる肝。うん。自分の芯というかね。自分はこうしたいっていうのをこうできるようにしていくっていうのが。うん、誰に何と言われると、俺はこうしたいっていう肝が据わるというか。なんかそれも大事かなと思いますね。 ただし、うん、生き残るという部分で考えるならばまあ臨機応変にやらないといけない部分がありますよね、うん、まあやりたくないこともやるっていうのも大切だと思いますねうんまああの例えば普通の仕事でも上司その仕事嫌いなんで上司その仕事できないんでいや上司それ私に合わないんでまあ普通の仕事でも通らないじゃないですかこれううん、うん だから別にネットで稼ぐっていうところも苦手なところもあるだろうし分かんないこともあるだろうしでもそれは乗り越えないといけないかなと僕は思うんですよねうんなんかよく初心者でも稼げる私でもできますかとか初心者でもっていうところでほとんどの人は今の状況初心者でも稼げるものを探してる傾向が結構あるんですよ私でもできそうかなみたいなうんうんいやいや 私ができるようになってくださいと言いたいですけどね。うん。早くプロになってくださいと。やれというところですね。いってらっしゃい。